それではコンサドーレ札幌監督選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。今日はコンサドーレ札幌ハーフタイムパーティーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。昨日の試合で今シーズンの前半戦が終了いたしました。残念ながらなかなか結果を残せずに終わった前半戦でした。大変申し訳ございません。我々はこのままで済ますわけにはいきません。後半戦に向けここにいる全員でさらに強い気持ちを持って後半戦を戦っていきたいと思ってます。今日はサポーターの皆さんと選手スタッフ交流をしていただきながらオールコンサドーレのさらなる一体感を高める一日にしたいと思っております。選手と触れ合っていただきこの素晴らしいピッチに足を踏み入れて触れていただき、そして最後にはここにいらっしゃる全員で記念撮影という企画もございます。最後までお楽しみいただきたいと思います。今年もこのイベントに際して全面的にご協力いただきました藤谷製菓さん、そして白い恋人サッカー場のスタッフの皆様に心から感謝を申し上げます。今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。今矢作社長からも言葉があったんですけども、ピッチ上の横断幕にご注目ください。あちらです。もうね、サポーターの方々早くから来てくださっていましたのでご覧になったかと思いますが、このチームに向けたメッセージ幕に皆様のお名前を書き込んでください。いいですか。まずお名前を書いてください。今日はイベント終了後
横断幕を囲んで選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんみんなと写真撮影を行います。記念撮影をさせていただきます。この横断幕はですね、本の試合はもちろんです、アウェーの試合もサポーターの皆さんに託して一緒に行きます。皆様の思いがこもった横断幕になります。ぜひ皆さんお名前書いてくださいね。参加よろしくお願いいたします。さてこの後1時20分頃からもう間もなくなんですけれども、各イベントがスタートとなります。選手もコレクションハウスにピッチ上にとみんなに参加していただきます。選手の皆さんよろしくお願いします。そしてサポーターの皆さんと一緒に今日は笑顔になるような一日過ごしていきましょう。それでは一旦選手の皆さんかけていただきます。よろしくお願いします。